際にどういう求人があるのかを、はい、そうですね、これあのすごい参考になるんじゃないかなと勝手に思ってますけども、まずはまあじゃあプレイグスリストとか見てみますか。はい、EC、はい、これまずクレイグスリストっていうのがカナダですごくもう一番と言っていいくらい有名というか一般的な、そうですね、まあ、もう就職だけじゃなくて例えば家探したいとか、あと車、うん、中古車探してるとか、まあ、いろんな人がいろんな目的でここにこう集まるサイトですよね。そうですね、これは、EC スーパーバイザーのポジションでフルタイム、はい、週に 37.5 時間、はい、ちょっとこれ全画面できます、ちょっともしかするとスマホちっちゃいかもしれないんで、そうか、したらで、一応今、クレイグスリストで ECE というキーワードで検索をかけて、でこの ECE っていうのがアーリーチャイルドフットエデュケーター保育士という、はい、ノースバンクーバー、はい、そうですね、ノースバンクーバーで、はい、EC と IT のライセンス、はい、IT はインファントトドラー、はい、やっぱりインファントトドラーのライセンスがあると強いですよね、はいはい、強いですね、強いですね、はい、インファントトドラーがその乳児ですね、0から2歳を見る資格、で、はい、あれですね、時給も大体、うん、2,3 ドルは上がり、平均的に上がりますよね、上がりますよね、はい、で、あとはどういうのがあるのかな、で、これはどこですか、はい、リッチモンドってなってますね、あ、リッチモンド、バンクー、それこそそうだ、バンクーバー空港があるあたりですね、そうですね、はい、で、18ドルから22ドル18から22ドル、これ、はい、経験によるって書いてあるんですけど、これは ECE の募集ですか、ECE ですね、ECE か、はい、IT ではない、はい、IT ではないです、なるほど、で、ま、ここから、はい、2ドル、はい、ベージーエンハンスメントが、はい、入るので、はい、18ドルで雇われたとしたら、実際には20ドルもらえる、はい、そうですね、このウェイジエンハンスメントっていうのが、はい、要は今の、ま、カナダの BC 州がすごい保育士不足なので、政府がもう保育士が必要ですということで、まあ、もう無条件で時給2ドルプラスで政府が払えますという制度ですよね、はい、なので18ドルっていうことで求人が出てる場合、はい、プラス2ドル、これ政府が払ってくれるので、はい、まあ、実質20ドルと、はい、ことなので、まあ、これでいくと20ドルから24ドルっていうのが時給と、はい、そうですね、ことですね、で、まあ、はい、ベネフィットとしては、まあ、福利厚生、バケーションペイ、はい、シックリーブと、はい、ヘルスアンデンタルベネフィット、まあ、エクステンデッドメディカルみたいなやつが、なるほど、まあ、こっちでは一般的ですけど、まあ、いっぱい結構休暇も取れるし、風邪ひいたら休めるし、ね、あとは医療の方もいろいろいいことがありますよと、そうですね、感じですかね、はい、そんな感じですかね、はい、で、はい、でやっぱり郊外にの方が、はい、ビザのサポートとかもしてくれやすかったりとか、はい、まあ、ありますね、はい、っていうのが、はい、まあ、1個目、はい、クレイグスリストですね、はい、では今 Facebook の、はい、アーリーチャイルドエデュケータージョブフェア、こちらにも求人が結構出てたりするんですけど、これは Facebook のどういう、はい、コミュニティですね、コミュニティ、はい、これも IT ですね、はい、EC か IT、はい、を探してますか、はい、はい、なるほど、この次のやつもこれは EC か、ECA なのでアシスタントか EC、はい、はい、まあ、こんな感じで出て、ここはウエストコーストチャイルドリソースセンターっていうのは、はい、まあ、もう保育士さんだったら絶対ここチェックするっていう、はい、ウェブサイトでワークショップの情報だったりとか、パペットとかそういうやつが借りられたりとか、はい、はい、ワークショップが出たりとか、はい、保育の情報が集まってるセンター、なるほど、情報をいろいろと発信してる、そうですね、はい、ところ、はい、の求人ですね、はい、どういうのは、これはスクールページと、はい、これはプリスクールでベーシック EC、 フォートムーディー、見てみましょうか、2年の経験が必要って書いてありますね、あとは
タラリーとか書いてないのか。タラリーないですか。書いてないみたいですね。今これ、条件が ECE ですか、はい、ECE ですこれは。あ、ちょっとここそうですね、参考になると思うんですけど、はい、まず ECE という資格、はい、これ3から5歳を見る資格ですね、はい、これがないとダメですよっていうのがまず大きな条件としてあって、はい、その他、まあ、小さいというかその補足の条件としては、はい、2年最低でも2年の保育士としての経験があること、はい、でもこれは割とベーシック、はい、まあ、有効な保育士資格があること で、ね、はい、で、ファーストエイドのサティフィケートがあること、あれこれ応急処置ですの、はい、まあ、一般的にみんな取らなきゃいけないものですよね、このファーストエイド、そうですね、はい、はい、保育士になるためにはもうこれは必要なものなので、はい、でクリミナルレコードチェックっていうのもその無犯罪証明書っていうのを、はい、これ もう大体必ず提出しますの です、ね、それは必要と。で、まあ、リファレンスが必要、リファレンスが必要で、はい、まあ、もうチームで、仲良くできる人そうですね、でエクセレントインターパーソナル、これはもう、うん、これも仲良くできる人、そうですね、はい、いうことで、まあ、条件としては2年以上の、うん、経験があって、うん、資格が今現在有効であれば、あとはまあ全員が必要なものです、そうですね、感じです。で、まあ、この、はい、なんだろう、ミニマム2イヤーズって書いてあるけど、はいはい、じゃあでもチャレンジしてみても実は、はい、いいかなと思う。それは2年なくても1回声かけてみても、情熱があれば、なるほど、はい、そうですね、まあ、前回、はい、ともかさんという現役保育士の方の、まあ、インタビューということでセミナーでやったんですけど、はい、もう情熱があれば何でもできますよというような話なんですよ、要約したら、はい、まあ、そこにちょっと当たるかなと思いますけど、そうですね、なんかスーパーバイザーとかのポジションっていうわけでもないので、うんうんうん、なるほど、はい、ね、なるほど、じゃあ真に受けすぎずにちょっとこう、どうですか、採用されてる側、はい、採用する側として、はい、いや、まあ、そうですね、条件じゃないのに応募してきたら、はい、いや、なんだろう、それを乗り越えてでも募集してきてくれたんだなって思うところと、うん、書いてるじゃんと思うところと、まあ、やっぱ半々あると思うんですけど、はい、でもそれで実際面接の時にきちんとこういうところがあるとかっていうアピールをしてくれていいなと思えば、もちろんそれは2年なんて、ね、ある意味関係ないという、そうですね、思います、はい、どうかなと。あ、ちょっとすいません、ちょっと一旦いいですか、はい、はいはい、チャットでご質問を早速、はい、いただいてますが、はい、バンクーバーと、はい、バンクーバー郊外だと、はい、まあ、どっちの方が求人が多いですかというようなご質問ですが、どうでしょうか。郊外の方がやっぱり決まりにくいので、はい、長く求人が出てることが多いですね、はい、うん、なるほど。求人の数としてはそんなに郊外多いなって思う感じではないんですけど、はい、求人にずっと長く出てるのはやっぱり郊外なので、はい、そういうところに私が連絡させてもらったりとかすると、やっぱりビザにサポート、ビザサポートに協力的だったりとか、はい、なんだろう、やっぱり、自分で探しに行って、で、面接受けてビザサポートもしてくださいって言うのってやっぱりちょっと言いづらくないですか。ちょっとそうですね、はい、面接してもらってるのに、はい、ビザサポートも必要みたいな。そうですね、うん、で、そういうのも EC フロムジャパンがカバーしてるんですけど、はい、ですけど、まあ、じゃあ、まあ、そうね、数としてはそんなに変わりはないけど、郊外が見つかりにくいからずっと残ってるイメージ、うん、そうですね、はい、なので外国人を雇ってもらい、はい、もらわれやすい、なるほど、外国人が雇ってもらわれやすい、なるほど、っていう感じ、はい、じゃあ、今からその仕事探してる人は、はい、郊外でも働ける方の方が見つかりやすいというイメージで、そうですね、いいですかね、はい、はい、で、もう一ついただきましたが、バンクーバー以外の都市でも求人は探せますか、はい、まあ、そうですね、はい、探せるというイメージですよね、はい、はい、では、まだいただきました、はい、雰囲気は郊外とシティとでは違いますか。大体そうですね、直子さんが働いてたのは、私はもう街中ですね、街中、はい、はい、その実習先から就職したデイケアも、メインと11ぐらいのところで、まあ、本当にダウンタウンから10分ぐらい、はいはい、やっぱ都市圏って感じですかね、はい、はい、なので、まあ、はい、
で、そのエリアエリアによって子どもの人種とかもやっぱり違ってきたりとかするんですけど、はいはいはい、やっぱり郊外に行くと白人の子が多かったりとか。なるほど、はい。で、どうですか、勝手なイメージですけど、はい、なんかこの都市圏とかの方が保育園が大きかったりっていうことはないですか、はい、都市圏の方が保育園が大きかったりはない。あ、なるほど。やっぱりその郊外でも、郊外の方が逆に土地があるからちゃんとした、はい、園を構えててっていうところがあるかもしれないですね。なるほど、はい。ね、シティの方だと、はい、大体教会の下の部屋をデイケアにしてたりとか、はい、建物の一部がデイケアだったりとか、はい、なので、はい、なるほど。そういう面ではちょっと違う、はい。じゃあ、まあ郊外とシティっていう分け方よりは、まあエリアとかによって結構バラつきあるみたいな。そうですね、エリアによって違うと思います。なんか、はい、やっぱりこっちって治安がいいとこと悪いところと結構分かれてるじゃないですか。分かりますね。はい。で、やっぱりその治安が悪いエリアのデイケアとかだと、はい、難しい子が来ることが多かったりとか、うん、なるほど、はい、そういう違いは、はい、なるほど、まあ、エリアごとっていうイメージですかね、分け方と。はい。ビクトリアはどうですか。はい、ビクトリアで働くとしたら保育皆さんのサポートはできない。大丈夫です。ホクペリアでサポートしてますかということですか。ビクトリアも行ってます、はい、ので、ビクトリアじゃないんですけど、まあ、ビクトリアの近くの、エリアとかでも、うん、今日現在とかも求人が入ってたりもしますので、条件が合えばご紹介をさせていただいてます、はい、じゃあ、今、EC フロムジャパンに出てる求人をちょっと、はい、ご紹介させていただきたいと思います。これが実際に今現地の保育園が出してる求人ということでいいですかね。はいはい、なるほど、ね、なるほど、わかりました。ここはデイケアで、はい、時給18ドルですね。で、はい、さっきお話ししたウェイジサブシディが2ドルプラス、はいはい、で、就労ビザ可能で、これは EC のポジション、はい、でこれはバンクーバーエリアですね。バンクーバーで18ドルプラス、うん、2ドル、はい、で次、はい、これはメープルリッジなので、まあ、そうですね、1時間ちょっとかかりますけど、はい、あ、バンクーバーから離れてますね。ちょっと郊外、はいはい、もうちょっとかかるかな、1時間以上、うん、もうちょっとかかるかもしれない、かかりますね、はい、で同じく時給は18ドル、はい、で、ウェイジサブシディでプラス2ドル、はい、でこちらも、就労ビザ申請が可能と、はい、サポートできるということですね、はい、で、ポジションは EC、はい、なので、まあ郊外も、バンクーバー付近でも郊外でも、はい、そんなに時給は変わらない、うん、はい、で、まあ、なんならバンクーバーって住む家賃とかも高いじゃないですか。高いです、ね、はい、高いです。で郊外に行くと、はい、それもすごく安くなるので、そうですね、はい、そういう選択肢もありなのかなと。確かに、はい、生活費を抑えて、でも時給は同じぐらいなので、はいはい、そうです ね、 ね、そういうのもで、はい、次にこれもポートコキットラム、これは EC と IT のインファントドドラーのポジションですね、はい、になると、時給が23ドルプラスウェイジサブシディが2ドル、はい、なので、まあ、25ドル高いですね。そうですね、やっぱり IT があると、はい、なので、ね、日本でなんか短大とか大学に通われた方であれば、はい、こっちで、まあ、1年間の EC の勉強をカレッジなりでして、はい、残りを書き換えて、はい、する方法も、まあ、ありますね。すごく、はい、いいかなと、はい、思います。はい。はい、ので、とする、まあ、3つ今紹介させてもらって、はい、やっぱりまず時給のオファーに関しては、はい、ECE だと18ドルプラス2ドルっていうのが大体平均的なところかなと。そうですね。18ドルからまあ20ドルぐらいが、はい、多いですね。多いですよね。はい。はい、で、IT まで。になると、はい、大体まあ20ドル以上ありますね。なるほど。はい、すみません。これパッとこの規模感というか、まあどうです。一番上の、はい、例えば保育園とかっていうのが、はい、どれくらいの規模とかっていうのは分かります？
ユーロぐらい、規模、はい、何人ぐらい。そうですね、あの結構カナダやっぱりあの円によって、はい、あのファミリーデイケアっていうのもあるじゃないですか。ああ、そうですね、はい、でファミリーデイケアっていうのは本当に少人数だけど、はい、自分の家で保育園やっていいですよっていう、そういう、まあ、これ結構日本ないんじゃないかな。そうですね、託児所的な、はい、そうですね、はい、もう自宅でできるみたいなのもあるんですけど、はい、まあ、今回これご紹介させてもらってるのはそういうファミリーデイケアではなくて、はい、ではなくて、あのビザにつながるところと思ったので、はいはい、あ、なるほど、大きめのというか、はいはい、日本の保育園のようなイメージっていうことでいいですか。そうですね、はい、なるほど、はい、大きなところですね。わかりました。じゃあ、はい、全部、就労ビザ申請をしてくれると、はい、これがなかなか了承を得るのが難しいので、ここが可能ということで検討できるのは大きいかと思いますので。そうですね、はい、まあ、こういうのがなので、まあ、あの今からこっちで現地で保育士を目指す方は最終的にここに当てはまるように、はい、あの準備ができれば、はい、将来的に求人、あの仕事が見つかりやすいんじゃないかなと。はい、そうですね、はい、はい。